7月20日、現地時間19日、日付は異稼働。パリオリンピックへ出場する南スーダン代表は、フェニックスサンズに所属しているボルボルが、個人的な理由、のためロスターから外れたと、ESPN が報じた。同メディアは、南スーダンでバスケットボール連盟の会長を務めているルオールデン、元シカゴブルズほか、の兄で、代表チームのアシスタントコーチ、 AC のアジョーデンからボルのオリンピック不参加を確認したという。FIBA ランキング33位の南スーダンは、昨年の FIBA バ,バスケットボールワールドカップ2023をアフリカ勢でトップの17位で終えたことでオリンピック出場権を獲得。エキシビションマッチではここまで2勝1敗と勝ち越していて、21日にアメリカ代表戦が控えている。 W 杯に続いてパリ五輪も欠場となるボルは、221センチ99キロのビッグマン。昨年は7月5日にオーランドマジックからウェーブ、保有権放棄され、同19日にサンズと契約し、昨シーズンは43試合の出場で平均10.9分5.2得点3.2リバウンドにフィールドゴール成功率61.6%をマーク。 今年は7月8日にサンズと再契約を結び、NBA キャリア6シーズン目を迎えるのだが、アジョーデンは24歳のボルが置かれている状況をこう話す。ボルボルは今、NBA でうまくいくようにもがいている状況にあった。彼は常にプレーしたがっていた。ワールドカップでもそう。だがその時の彼の状況がね、あの時オーランドから放出されていた。 彼は自身のこととキャリアにフォーカスしたかったんだ。南スーダンはパリオリンピックの予選ラウンドでグループ C に入っていてアメリカセルビア・プエルトリコと決勝トーナメント進出をかけて戦うこととなる。